13歳最後の朝、気分は最悪だった。あの日、私はパパと再会して、あの出来事は忘れられない思い出になった。それから2年とちょっとが過ぎて、16になって、こうしてパパに会いに来て、やっぱり気分は最悪で、そして昨日またいろんなことが起きて、それはまた大切な思い出になって、ママがどんな人だったかようやく分かって、この2つの出来事は大切にしまっておこう。私の記憶の扉の向こうに、いつまでもママと一緒に。Keep trying.